元ハロプロ LDH も参戦。超人気オーディション番組、プロデュース101コラボカフェがオープン。出演者気分を味わえる店内の仕掛けとは、世界規模で大人気となっている K-POP アイドルグループ。年末に行われる NHK 紅白歌合戦にも赤組は9人組のアイドルグループ日優を筆頭に、 人気グループトワイスから派生した3人組ユニットミサも5人で活動するエルイースセラフィムの3組が出場。白組でも13人組グループセブンティーン、8人組のストレイキッズの2組が選出された。ジャニー北川氏の課外問題による影響で、2023年大晦日の紅白へは、旧ジャニーズ事務所からの選出は44年ぶりにゼロ。 その穴を埋めるためにと、NHK は若者に人気の韓流グループを5組も出場させることにしたのです。他にも韓国のエンタメ企業、CJENM と吉本工業の合弁会社である、ラポネエエンタテインメントに所属する11人組の男性日本人グループ j ワンも出場します。j ワンは韓国の人気オーディション番組、 プロジュース101の日本版、プロジュース101ジャパン出身のグループ。所属メンバーは全員日本人だが、キレのあるダンスと高い歌唱力は韓流アイドルと見曲がうほどだ。韓国では国民的アイドルグループはオーディション番組から生まれるのが当たり前になっています。プロデュース101では101人の参加者が繰り広げるパフォーマンスを 審査員や国民プロデューサーと称される視聴者が評価します。全道放送会が進むごとに評価の低い候補者は脱落。最終的に選ばれたメンバー11人がデビューする。いわゆるサバイバルオーディション形式となっている。番組からは過去に女性アイドルグループ愛を、愛や19年1月に解散したわな デビューアルバムが50万枚超えの売り上げを記録するも、20年1月に解散した X1 が生まれています。どう日本でも過去に2シーズンが放送され、現在、動画配信サービス、レミノーで放送されているのが、第3シーズンとなる、プロデュース101ジャパンザガールズだ。毎週木曜日の番組配信後には、ハッシュタグプロデュース101次セギスが X。 ツイッター上でトレンド入りするなど話題沸騰しているプロデュース101ジャパンザガールズ番組も佳境に入り12月16日に放送される最終回まで残り3話となっている残るメンバーは35人メンバーの中にはハロープロジェクトに所属する人気アイドルグループアンジュルムの元メンバー笠原ももな20 や LDH の女性グループガールズ2乗に所属していた石井ラン19も参加している。そして他にも今をときめく人気俳優の妹も参戦中だという。番組を配信するレミノーを運営する NTT ドコモもメンバー選考最終段階に向けて番組を盛り上げようと必死だ。 NTT ドコモの子会社であるタワーレコードが運営するタワーレコーズカフェの表参道店と大阪ステーションシティ店で12月1日からプロデュース101ジャパンザガールズとのコラボカフェを展開するのである。店舗には番組内で実際にオーディションメンバーが着席した椅子も飾ってあり、来店すれば番組出演者気分を味わうこともできる。 この演出藤タワーレコード株式会社でカフェ事業を担当する、勝原弁さんに尋ねると、この演出藤タワーレコード株式会社でカフェ事業を担当す、この演出藤タワーレコード株式会社でカフェ事業を担当する、勝原弁さんに尋ねると、今回のコラボカフェのテーマは、メンバーを応援しようです。それに合わせて、 番組内でのメンバーのオフショットを店内には飾りました。とのこと。カフェで提供される飲み物も番組のイメージカラーであるピンクを基調としたものだ。フードメニューも番組のロゴである三角形をイメージした形のオムライスやトルティーヤを提供しています。店内では過去の放送会の名場面もスクリーンに映していますので、 ぜひ番組の世界観に使ってもらいたいです。全道今、若者が沸騰している、プロデュース101ジャパンザガールズ。運命のメンバー発表は、約2週間後の12月16日。国民プロデューサーの審判はいかに。